久しぶりの故郷なんだろ。どんな気分がするものなんだ。俺には故郷がないからわからないんだ。両親は？母の名はジェノバ。俺を産んですぐに死んだ。父は…俺は何を話してるんだ。さあ、行こうか。セフィロスのおふくろさんの名前がジェノバ。たち、この村には不思議なことがいっぱいあるからね。僕らは村の七不思議って興味あるなら調べてよ。一つ目の不思議はね、最近村の飲み水が時々赤く染まるんだ。おお、怖っ。不思議の正体が分かったら調査に来た。ソルジャーってあなた？ん？ああ、俺ソルジャーのザックス。ファーストね、ファースト。ふーんって。ソルジャー、クラスファーストってたくさんいるの？少数精鋭だな。今回は2人だけ？うん、俺とセフィロス。そっか。あの。変な子。赤いマテリアが落ちてる。マテリア、なんだ、そんなことだったの。今度の不思議はきっと本物。その前にね、とりあえず絵を見てきてよ。とりあえず絵を。マコーロへの出発は明朝。今日は早めに眠っておけ。見張りは一人でいいから、お前たちも休んでおけよ。そうだったな。家族や知り合いと会ってきても構わないぞ。ニブルヘイムか。悲しい絵だな。不思議はあの女の子。時、うわ、怖い。
本当だ、女の子。しまった。見つかってしまいましたか。お恥ずかしい話ですが、女房に黙ってへそくりをしてましてね、こっそり絵の裏に隠してたんですわ。へそくりは分かったけど、絵の女の子がいなくなる理由が分からないな。ああ、それ。実はこの絵は両面タイプになっていまして。表の絵には少女が座っている。この年になると物は今へそくりが溜まっている。表の時はギルがある。こうしておけば分かりやすい。すみませんがお客さん。へそくり、まあどっちにしても、でも今度のはお兄ちゃん。じゃあ次の3番目の不思議は、ミブルの山にはたくさんのモンスターがいるけど、でね、噂にボムなのにボムがおそこで、お兄ちゃんに調査、本当に顔の違うボムがいるか、そいつだけが落とすアイテムが、これが第3の不思議。
回は本当の不思議だったね。じゃあお礼に。じゃあ4番目の不思議もケタケタ笑う金庫って噂が。神羅屋敷って知ってる？村、僕らはお化け屋敷って屋敷の中に金庫があるらしいんだけど、でもね、誰も金庫を開く暗号。第4の不思議はなんとか暗号を解いて金庫。
サボテンダーだったの。何かの拍子ケタケタ笑ってたんじゃなくて、そう考えると。さあそろそろ今度のは本当に不気味な現象さ。神羅屋敷の地下洞窟、そこから恐ろしいうめき声。でも地下には2階から通じる日陰はセフィロスってソルジャーが持ってるって話さ。第五の不思議超何を見ている？この風景、俺は知ってるような気がする。ティファ、あんたがガイド？そういうこと。はい、撮りますよ。この村で一番のガイドといえば私のことでしょうね。でも危険すぎる。そんなことにあんたを巻き込むわけにはいかない。お前が守ってやれば問題はなかろう。離れとけ。起きたら食われちまうぞ。そいつ気絶してるだけだから。使うと汚れる、欠ける、すり減る。だから峰打ちにしてるんだ。私も中へ行く、見たい。この中は一般人立ち入り禁止だ。神羅の企業秘密でいっぱいだからな。でもお嬢さんを守ってやりな。ジェノバ、なんだろう。ロックは開かないか。ジェノバ、動作異常の原因はこれだな。この部分が壊れているんだ。ザックス、バルブを閉じてくれ。なぜ壊れた？お前たち普通のソルジャーは魔光を浴びた人間だ。一般人とは違うが、それでも人間なんだ。しかしこいつらは何だ。お前たちとは比べ物にならないほど高密度の魔光に浸されている。これがモンスター。モンスターを生み出したのは神羅カンパニーの北条だ。魔光のエネルギーが作り出す異形の生物、それがモンスターの正体。普通のソルジャーってあんたは違うのか？おいセフィロス、
俺はモンスターと同じだというのか。子供の頃から俺は感じていた。俺は他の奴らとは違う。俺は特別な存在なんだと思っていた。しかしそれはこんな意味じゃない。俺は人間なのか。残念だな。お前はモンスターだ。セフィロス、お前はジェノバプロジェクトが生み出した最高のモンスターだ。ジェネシス、やっぱり生きていたのか。この状態を生きているというならばな。ジェノバプロジェクトとは何だ。ジェノバプロジェクトはかつて行われた実験の総称だ。ジェノバの細胞を使った実験のな。あ、細胞。哀れなセフィロス、お前は母親に会ったことなどないはずだ。名前を聞かされていただけだろ。どんな姿を思い描いていたんだか知らないが。ジェニス、やめろ。ジェノバは2000年前の地層から発見されたモンスターだ。セフィロス、力を貸してくれ。俺の劣化が止まらないんだ。ソルジャークラスファースト、セフィロス。ジェノバプロジェクト G はアンジールを生み、俺のようなモンスターを作り出した。ジェノバプロジェクト S は S、失敗したあまたのプロジェクトを踏み台に作り出された完璧なるモンスター。俺に何ができる。お前には他者へのコピー能力がない。情報が拡散しない。つまり劣化が起こらないということだ。お前の細胞を分けてくれ。君よ、恋願え。命育む女神の贈り物を。お前の言葉が俺を惑わせるためのたわごとか、それとも俺が探し求めた真実なのか。どちらにせよ朽ち果てろ。なるほど、さすがは完璧なるモンスター。獣たちの戦いが世に終わりをもたらすとき、暗き空より女神が舞い降りる。光と闇の翼を広げ、至福へと導く贈り物とともに。待て！
combat mode. Conflict resolved. この人、私をかばって。分かってる、ティファ。俺から離れるなよ。Activating combat mode. Conflict resolved.セフィロス、どこへ行ったんだ。何があったの？ごめん、言えない。でしょうね。セフィロスのことは村の人たちに聞いてみるわ。ありがとう、ティファ。ティファは無事だ。安心しろ。俺もソルジャーだったらな。ザックス、ソルジャーはモンスターみたいなもんだ。やめとけ。何があったんだ。わかんね。わかってたつもりだったけど。そういや、お前ティファとは知り合い？まあね。話したのか？いや、なんか訳があるんだろうけど、それでいいのか？俺なんかさ、俺はソルジャーだから戦っていればいいんだ。面倒なこと考えるのは誰かに任せておけばいいんだ。何が起こってる？敵は誰だ？なことはどうでもいいんだよ！なあザックス、その剣すごいよな。憧れるよ。使うと汚れる、かける、すり減る。そっちの方がもったいない。金よりも
お前の方が大切だ。ほんの少しな。夢を抱きしめろ。そしてどんな時でもソルジャーの誇りは手放すな。これは夢と誇りの象徴なんだ。いや、そのものだ。俺、見失うところだった。ありがとな、クラウド。え？よし！とりあえず、寝る！は神羅屋敷にいるみたい。あのでかい屋敷のこと？あ、そう、昔から神羅のものなの。アリス、やっと通じた。ああ。なあ、悪いけど今取り込み中なんだ。後で電話する。ううん、しなくていいから。わかった、会いに行く。待ってる。うん、約束だ。エアリス、もうちょっとだからね。セフィロスさんは2回
Activating combat mode. Conflict resolved. Activating combat mode. Conflict resolved. Akanai. Activating combat mode. Conflict resolved. Activating combat mode. Activating combat mode. 邪魔すな! Conflict resolved. Akana. だ、誰だ? 熟睡かよ。そっとしておいた方が良さ。変な人が寝ただのいびきだ。なんかがっかり。そんなところで寝てるなんて。6番目の不思議、炎の中に宝物って。でもこれ以上の情報はな。もう少し僕が調べてみるから。
Activating combat mode. Conflict resolved.2000年前の地層から見つかった仮死状態の生物、その生物をガスト博士はジェノバと命名した。ムエギル、1977年7月7日、ジェノバを古代種と確認。ムエギル、1977年9月13日、ジェノバプロジェクト承認、マコーロ1号機使用許可。俺の母の名はジェノバ。ジェノバプロジェクト、これは偶然なのか？ガスト博士、どうして教えてくれなかった？どうして死んだ？一人にしてくれ。それ以降、セフィロスは神羅屋敷にこもりきりになった。まるで何かに取りつかれたかのように書物を読み漁り、地下室の明かりは決して消えることはなかった。煙で何も見えないはず。この日じゃ1分が限界だ。どうよ。よし、見つけた。息子が外で心配してんぞ。今出してやるから、もうちょっと我慢してくれ。どうしたの？もしかしたらこれが第六の不思議かもな。え？炎の中の宝？うん、全然不思議じゃないけど、それじゃあ残りは、次が最後の不思議だね。いや、七つ目の不思議はまたにしよう。そうだね。
ひどすぎる。セフィロスにやられたんだな。嫌い、シンラもソルジャーもあなたも。母さん、一緒にこの星を取り戻そうよ。俺、いいことを考えたんだ。約束の地へ行こう、母さん。セフィロス！なぜ村人たちを殺した？なぜティファを傷つけた？答えろ、セフィロス！母さん、また奴らが来たよ。母さんは優れた能力と知識でこの星の支配者になるはずだった。けどあいつらが、何の取り柄もないあいつらが母さんからこの星を奪ったんだよね。でももう悲しまないで、俺と一緒に行こう。やっと会えたね、母さん。セフィロス、あんたどうしちまったんだよ。セフィロス、信頼してたのに。
mode. Conflict resolved.いや、お前はもう俺の知ってるセフィロスじゃない。俺は選ばれし者、この星の支配者として選ばれし存在だ。お前ごときに、クラウド、セフィロスにとどめを。
な。バカな。この男が面白い。実に面白い。新たなサンプルに使えるな。